東郷雄帝1月4日から1989年1月7日は日本の西洋史学者。専門はドイツ近世史、香川県高松市出身。聖火は旧高松藩の御用商人を務めた旧家の次男として生まれる。画後は雄帝。父の中帝は中川愛山に学んだ画人でもあり、自由民権運動団体、博文社の回答の一人でもあった。 郷里の高松中学時代は、一歳で父親を噛んで、亡くしたこともあり、体を鍛えるために、海水浴、武徳会での柔道、ボー音など、勉強そっちのけで遊んだという。不勉強がたたり浪人を強いられたが、北上期、つれづれ草、夏目漱石を単独し、勉強に気が入らなかったという。2年間の浪人の末、早稲田大学高等予科の文学科に入学した。 当初文学を学ぶつもりでいたが、三つくり原発、オールなどの西洋史関係の書物を読み、西洋史研究に志望が変わったという。これには、漢文講読の山口剛お及び西洋史概論の原図遺から受けた示唆も非常に大きかったようである。また、当時大学教授であった、煙山千太郎の誠実な人柄に強く打たれ、大学での西洋史専攻を決心したという。 大学入学後、当時の私学科は、学生数より、教員の数の方が多いくらいの恵まれた環境にあり、歴史専攻での同級生は、東郷のほか、日本史専攻の田中智次郎、東洋史専攻の伊豆氏雅彦の2名のみであった。そのため2人が欠席した時の講義は、教員1人、学生1人ということもあったという。学生時代にジョージ・ P ・ボディ、グーチの、ドイツと、 フランス革命を読みドイツ史に興味を持つこととなった。大学卒業後、バセダ中学校では当時臨時講師であり後に立教大学に私学科を創立する小林秀夫と親しくなり、そのことがきっかけで後に立教大学に移ることとなる。しかし、その後の戦争による時代の混乱により文学部が閉鎖となる状況で立教大学での職を解かれることとなった。 早稲田大学に移り、専門については当時この分野ではほとんど唯一の権威ある著作として、フランス革命とドイツ思想を上司し、また、専門以外にも、総計連合史学会の設立、運営に尽力し、総計量大学の発展に貢献した。早稲田大学を定年退職した後、東海大学史学科が大学院を設置するに伴い、教授として迎えられた。 また、戦時中のエピソードとして、勤労奉仕で、東郷が高等学院生を記者会社に連れて行っていたが、3月10日までの契約だったのを、学生から試験があるので2月末で切り上げたいという要望があったため記者会社からその許可をもらったところ、結果として3月10日の東京大空襲を免れることとなり、東郷と学生全員が助かることとなった。 記者会社の方は空襲で丸焼けであったという。1989年、くしくも昭和天皇とほぼ同日時である1月7日、朝、肺炎のため死去、満90歳。なお、この年は自身の研究対象であったフランス革命200年目に当たる年でもあった。なお、1943年に1月に六名館から、ラテン民族の廃本が予定されていたが未完となった。 ありがとうございます。